明星食品キャーメン、バリカタ豚骨担々麺、ノンフライ麺に液体呼び粉末スープ、火薬、調味料がついています。麺は細く、血入れは弱いです。固めですが、バリカタというほどではありません。重量感が弱く、キャーメンシリーズの製品としては存在感に乏しい印象を受けました。スープは粉末が主体で控えめの味です。あっさりとした豚骨味に練りごまと花椒を足したような感じです。辛さも弱く、味が薄めなので積極性に欠けるように思いました。具も細かくて存在感が弱く、購入価格を考えるとちょっと物足りなさを感じます。パッケージやブランド名から重厚で濃い味を期待しましたが、ちょっと肩透かしを食らった気がします。